さあ今回のグルカンホットスポットは国東市伊美港からフェリーに乗って姫島村にやってきました。もうお天気にも恵まれて最高の旅のスタートです。さあそして姫島村を一緒に旅するのは大分県信用組合の高山直さんです。高山さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大分県信用組合営業統括部の高山直さん、姫島村を訪れるのは初めてだそうです。今日は一体どんな発見があるのでしょうか。ではグルカンホットスポットスタートです。大分県の北部瀬戸内海に浮かぶ離島姫島、豊かな自然と温かい人、美味しい海の幸が魅力の姫島をのんびり巡る冒険旅の始まり始まり。早速フェリー乗り場の近くで今回の案内人と待ち合わせ。グルカン1年ぶりです。あ、11になってしまった。すいません。よろしくお願いします。そう、昨年姫島村の魅力を紹介してくださった姫島村役場職員の菅佳代さんが今年も登場。まだまだある姫島村の魅力を PR してくれますよ。さあ、あの姫島村といえばやっぱりこれなんですけど、高山さん分かります？分かります？キツネ踊り。あ、よくご存知でありがとうございます。やっと開催することができました。どうでしたこの村の賑わいっていうのは。そうですね、観光客の方にもやっと見ていただけたんですけど、その、何よりも地元の人たちがすごい楽しんでいる様子がもうなんかすごい胸がジーンとしました。地区ごとに趣向を凝らした自慢の踊りが披露される姫島盆踊り。中でも盆踊りの最後を飾る子どもたちの踊り、狐踊りは独特な狐の化粧と太鼓の音に合わせたユーモラスな仕草が人気を集めています。今日はまずこの姫島盆踊りにちなんだ体験ができるということで、フェリー乗り場のすぐ近くにある姫島エコツーリズムへ。カフェの利用もできるというおしゃれな店内には姫島ならではのお土産もたくさん。さてさて、今日はこちらで一体どんな体験ができるのでしょうか。中にやってきましたが、私たちの目の前にあるのは、はい、今日はお二人にこちらを体験していただきたいと思います。おー、まさに狐踊りの顔。うん、そうですね、実際は、はい、盆踊りって直接顔にお化粧をするんですけど、お客さんにも楽しんでいただけるようにっていうことで作っていただいた、いただけた。顔に当てるとこんな感じ。おお、なりきれる。かわいい。かわいいです。ちなみに実際の狐踊りの化粧はこんな感じ。みんながこう狐のこれは格好する前。あ、かわいい。囲まれてる。狐に囲まれてる。ではお面の絵付け体験に初挑戦。果たして3人のお面の仕上がりは。さあ完成しましたのでお披露目したいと思います。はい、いきますよ、はい、せーの、じゃーん、じゃーん、オリジナル狐のお面。かわいい。できました。かわいい。あ、テーマ、確かに高山さんテーマ。テーマは何でしょう。猫です。狐じゃない。でもなんか集中してたらお腹空いてきました。さっきからね、お二人お腹が鳴ってるんですよ。素敵な旅のお供が完成しましたね。さて、お腹を空かせた一行が向かったのは大分姫島の看板が目印のテイクアウト専門店、揚げたて屋総本店。こちらで新しい姫島グルメが誕生したそうで。ありがとうございます。こちらが、はい、今年大分姫島さんの新商品の姫島の宝物がたくさん詰まったバーガーです。すごいボリューミーな。美味しそう。そう、これが姫島のお宝が詰まった、その名もザクザクバーガー。島コロッケを挟んだ姫島バーガーもありますよ。美味しそうですね。さて、テイクアウトランチを楽しむならここと、菅さんが姫島の一押しスポットへ案内してくれましたよ。菅さん、で
ってますね。そうでしょう、自慢の海です。美しいこの青、はい、今日は降水率 90% だったんですけど、やっぱ別品が揃ったらね、空も晴れるのか、空が晴れたら海も綺麗だし、もう今日も一番ベストな感じです。海が綺麗だな。じゃあ今回は滝のバーガーをいただくと。はい、いただきましょう。やった、もう腹ペコです。腹ペコです。いただきます。いただきます。うわ、私パンしか食べれない。美味しい、美味しい、ザクザク、この名の通り。もう本当姫島の宝物がいっぱい詰まってる。こんなグルメが誕生していたとは、はい、姫島すごいですね。続いて向かうのは姫島村の七不思議スポット。須藤さん、あそこなんか水が湧き出てますね。そうなんです、こちらがですね、七不思議の一つの表紙水っていうんですけど、うん、姫島のお姫様がお歯黒を塗った後に口をゆすごうとしたけど水がないっていうことで、ここで手拍子を打って祈ったところ水が湧き出してきたっていうのが言われですね。それが今もこうしてずっと。そうです、今もずっと湧き出てます。わあ、すごい。実は伝説の島とも言われている姫島には、その名前の由来となったお姫様にまつわる7つの伝承が姫島七不思議として語り継がれています。姫島では神秘体験もできるんですね。じゃあちょっと組んでみましょうか。組んでみましょう。落ちないでください。大丈夫いきます。あ、冷たい、もう冷たい、本当だ。炭酸水で体に良さそうな味がします。いや、ちょっとびっくりしました。飲みました。飲みました。結構、結構鉄、うん、ですね、鉄分がすごい、はい、なんか普通の水とは違う感じね。一見普通の水ですよね。透明なんですよね、うん、ちょっとこれに、はい、を使って、うん、あの実験ができる、面白いことができるみたいなんで、ちょっとやってみますか。なんだろう、取ってきたのは普通のお茶ですか。はい、これ緑茶なんですけど、これをこの氷清水の源泉に入れるとどんなことが起こるかっていうのをちょっと、クイズ。氷清水クイズ、なんだろう。あ、じゃあ一回ちょっとどうなるか予想ですか。予想で、どうですかね、緑茶を入れると。緑茶を入れると、うん、色が変わっちゃうんじゃないかなと思います。色が変わる、はい、お、何色になると思います。何色、やっぱ茶色じゃないですかね。お、茶色、この色にそのまま変わっちゃうんじゃないかなと。それ普通じゃないですか。茶色ではないです。番組をご覧の皆さんも一緒に考えてみてください。じゃあちょっとどうなるか見てみましょう。いきますよ。ちょっと見ててもらって、だん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 、あら、あら、あらら、あ、変わってきた、変わってきた。黒い、すごい真っ黒。面白いです、うん、そう、正解は色が黒くなる。表紙水の成分の中の鉄イオンと緑茶に含まれるタンニンが化学反応を起こしてタンニン酸第二鉄になることから黒くなるそうですよ。いやー、勉強になりました。さあ、旅の最後は絶景の海を楽しめる海岸線姫島ブルーラインを抜けて、美しいビーチで旅の思い出を振り返りましょう。キツネのお面作りから始まり、うん、本当本当楽しい一日でしたね。楽しかったです。はい、お面作りだったり、海の幸使ったあのグルメを堪能できたりして、楽しかったですし、今日案内していただいた菅さん のお話を聞いて、姫島の魅力だったり、人の温かさを知ることができて、また私の周りの人とかにも姫島のことを伝えていけたらなと思います。
ありがとうございます。姫路の魅力が広がっていくっていいですね。いいですね。